皆さんこんにちは。本日は GPU グラフィックスプロセッシングユニットと呼ばれるグラフィック処理ユニットの世界へご案内しましょう。 GPU はビデオゲームの没入感あふれる風景から科学シミュレーションの精密なディテールまで、私たちが画面上で目にする美しい映像をレンダリングする上で重要な役割を果たしています。 GPU の仕組み、さまざまな業界への影響、そしてこのダイナミックな分野を形作る主要メーカーについて探っていきます。現代のグラフィック処理の中核を担っているのが GPU です。 GPU は高品質なグラフィックスをレンダリングするために必要な複雑な数学的計算を処理するように設計された強力なエンジンです。汎用プロセッサである CPU とは異なり、 GPU はグラフィックスを多用するタスクに特化しており、並列処理に優れています。つまりグラフィックスのワークロードを数千、数百万の小さなタスクに分割し、同時に処理することでレンダリングプロセスを大幅に高速化することができるのです。 GPU のメリットは、美しいビジュアルをレンダリングする能力だけではありません。ビデオゲーム、アニメーションソフトウェア、ビデオ編集ツールなどのグラフィックスを多用するアプリケーションのパフォーマンスを向上させる上で重要な役割を果たします。 GPU はCPU のグラフィック処理の負荷を軽減することで、 CPU を他のタスクに集中させることができ、よりスムーズで応答性の高いコンピューティング体験を実現します。 GPU の応用分野はゲームやエンターテイメントの領域にとどまりません。科学計算の分野では、 GPU は複雑なシミュレーションを高速化するために利用されており、研究者はこれまでにない速度と精度で複雑なシステムをモデル化、分析することができます。人工知能や機械学習も GPU に大きく依存しており、複雑なニューラルネットワークのトレーニングや実行には GPU の並列処理能力が不可欠です。 GPU 業界は常に進化しており、主要メーカーはパフォーマンスと効率の限界に挑戦しています。 GPU 技術のパイオニアである NVIDIA は、最新のゲームタイトルやプロフェッショナルアプリケーションを動かす最先端の GPU を提供し続けており、 AMD は低価格のオプションからハイエンド製品まで幅広いニーズに対応した多様な GPU を提供しています。またコンピューティング分野ではおなじみのインテルも GPU 分野に参入し、プロセッサ設計の専門知識をグラフィック分野にもたらしています。 GPU の探求を終えた今、これらの特殊なプロセッサはグラフィックレンダリングに革命をもたらしているだけでなく、科学研究から人工知能まで様々な業界を変革していることは明らかです。 GPU はその膨大な処理能力と汎用性により、テクノロジーの未来を形作る上でさらに重要な役割を果たすことになるでしょう。この動画をご覧いただきありがとうございました。動画の内容が気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。